わら市長のよりたかひでおです市民の皆さんには日頃より市政の推進にご理解ご協力をいただきありがとうございますこの市長インタビューでは当面する市政の最重要課題である新型コロナウイルスにかかるわらびの対応取り組みについてお話をさせていただいておりますが今回はわらび市の行事イベントへの対応についてお話をさせていただきたいと思います 蕨市では緊急事態宣言が解除されて以来、市の行事やイベントについては、感染防止対策を講じながら、段階的に再開していくという方針で対応を進めています。しかしながら、東京都をはじめ、全国で多くの新たな感染が確認される、こういう状況が続く中で、 感染防止対策と両立をさせることが難しいイベントもございますそこで一つ一つのイベントについて検討し開催するかしないかその是非や開催の在り方を検討しながら対応を進めているというところでございますまず残念ながら中止と判断させていただいた行事といたしましては9月12日に開催を予定して,していた お年寄りりを敬う会や11月3日の宿場祭りがございますまず、お年寄りを敬う会については、例年、蕨市内にお住まいの77歳以上の方をお招きして、開催をしております。な、ま、ん、あ、とか、感染防止対策を講じながら開催することができないか、検討をいたしましたけれども、毎年、午前、午後と2回に分けて開催をしている中で、 会場となる市民会館大ホールがともに満員となるほど参加者が多い上に、足の不自由な方などを対象として、バスによる送迎なども行っていることから、十分な感染防止対策を講じることが難しい状況にあります。今ののように感染がが拡大が続いている状況の中で リスクが高いと言われる高齢な方々が一堂に会してのこうした行事を開催することはやはり難しいそういう判断から中止という判断といたしましたまた祝祭祭につきましても実行委員会で検討した結果毎年市内外から多くの方々が参加しているお祭りでありますのでどうしても 密集密着の状況を避けることができず、感染防止対策上、やはり、えー、難しいということで、こちらも中止という判断となりました。まあ、いずれの行事も、多くの市民の皆さんが毎年楽しみにしている行事でありますし、蕨市にとってもとても大事な行事であるだけに、中止という判断は大変残念でありますけれども、これも、 来場者、市民の皆さんの健康や安全を守るための判断ということでありますので、市民の皆さんにはご理解をいただければというふうに思います。一方で、感染防止対策を講じることで、実施可能と判断したイベントもございます。例えば、もうすでに9月2日に開催した蕨市戦没者追悼式につきましては、参列される方を限定をさせていただいて、 参加者の会場での距離を十分確保するとともに、参加にあたっては手、指など手指の消毒を徹底をさせていただき、またマスクを着用していただき、さらには会場の入り口には、新たに購入したサーマルカメラを設置して、参加者の発熱状況をチェックするなど、十分な感染対策を講じながら、開催をさせていただきました。 また11月3日に予定をしている蕨市欅文化賞自治功労者表彰式につきましても、これは蕨市の文化の向上、発展、あるいは市政や地域の発展に多大なるご貢献、ご尽力をいただいた方々を表彰するという大切な場でございますが、こちらについても同様の感染防止対策を十分に講じながら、開催をしていこうと考えております。 最後に1月11日に開催予定のわらびの青年式についてでありますが市民の皆さんご承知の通りわらびの青年式は終戦の翌年昭和21年にまだあの戦争による傷跡が日本全国各地に残り日本全体が虚脱状態にある中で地元わらびの青年団の皆さんが 時代ををを担うう若者を激励ししようと町を挙げて開催したものでありますそれが瞬く間に全国に広がり2年後の昭和23年国民の祝日に関する法律において成人の日が制定され国民的な行事として定着をしたものでわらびは成人式発祥の地として知られております成年式は新成人の皆さんにとって 一生に一度の輝かしい人生の門出でありますし、社会が困難に直面する中で、時代を担う青年たちを激励しようと始まった蕨の青年式の原点を受け継ぐ意味でも、またコロナ禍という困難の状況の中で、新成人の皆さんにその困難を乗り越え、20歳という人生の新しい節目を迎えてほしい、そんな願いも込めて、 二部制に分けて開催するなど感染防止対策を講じながら開催をしていこうと判断をいたしました具体的な内容については今後新選人の皆さんで作る実行委員会の皆さんとともに検討していきたいというふうに考えておりますが参加者の皆さん、関係者の皆さんの安全面十分考慮しながら開催をしていきたいというふうに考えておりますわら市ではこれからも市民の皆さんの 健康と安全を守るとともに、感染防止対策と社会経済活動の両立を図り、豊かな日常を取り戻せるよう、全力で取り組んでまいりますので、市民の皆さんには引き続きのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。